レオさん、はいはい、それロットはつららなんですか。あ、これつららさんのロット。まあ色を見たら、ああつららだなってね、こういうとことかね、はい、まあロゴが見えればあのかの有名なグリッサンドグリッサンドなんだけど、グリッサンドといえばあの77が一番有名だよね、はいはい、なかなか面白い竿ってか、あのバランスもいい非常によくできた竿なんですけど、いつ発売になったか俺はつららじゃないから知らないんだけど、多分今年の初めとか去年とかにすでにグリッサンド76っていうのが出てる。うん、これね、僕77を使ってて、まあ、地元広島岩国 の、 あのメーターサワラとかブリ釣るときにちょっとね、バットのリフトパワーとかが77だとちょっと足りないのね、あれグラスコンポジットなんで、そうそう、なのでもう少しバットが強い竿欲しいなみたいに、あの小川健太郎オーナーに言ってたら、そのせいかどうか知らないけど76でちょっとこう強いのが出てるんです、うん、まあそのグリッサンド76なんだけど、実は今さっきねガイドのことをポロッと言われてたけど、これ違うっしょ、ガイドがなんか見たことないというか、ね、いつもなんか不思議な位置があります。あの76グリッサンド76のガイドってハイフットで大きいんだよ、こんな。そうですね、はい、うん、大口径のチョークガイドついてるんだけど小さいよね、はい、しかもこの距離見て、狭いですね。ここ狭いで、おまけに先端に組みしたがってこれ12個ついて、もうティップの方はいっぱいいっぱいついてるのよ、はいはい、これね、知る人ぞ知るストローガイドシステム。おストローガイドシステム、うん、なんか剣が小さいけど、これちゃんと従来と同じぐらいで使えるんですか。従来のそのガイドのシステムよりストローの方が圧倒的にその糸抜けが良いとか飛距離が出るとか、ということを発明したというのかな、開発した人がいるの、で、その人の理論で僕もあの今年の5月に小川健君と石垣島に行った時に、そのストローガイドセッティングの8フィートのメバルロッドを触らせてもらった時に感動して、メバルロッドに俺 PE1.5 リーダー25ポンドをわざとつけたの。ちっちゃいガイドな、はいはい、お友野くん抜けていくんだ、スパーって、まあそれに惚れてすごいなと思ってたら、あのこれプロトなの、グリッサンの76なんだけどストローガイドを搭載したプロト、はいはいはい、をどうしても使いたかったので、つららさんにお願いして貸してって、強奪してきましたうん、超気持ちがいい。これはね、言葉とか文字面じゃなくてね、チャンスがあったらみんな一回投げてみたらいいよ、あの今までのガイドシステム何だったんだってこっちが本当は正しいじゃないかって思えるぐらい超快適、うん、まあまあそんなことでチラッとね借りてきたんでご紹介でした、はい。よし、よし、じゃあ早速行ってみましょう。新川3号、4号かな。目の前に広がってる下降りの向こうへね、投げます。飛ぶ飛ぶ、さすがストロー、浅い、もう着底してる4、5メーターです。